あなたのおかげで分かったの。有能なアシスタントがいるとこんなにも心強いんだって。その様子だとだけどレースならこんなものじゃないわよ。本番ではもっと仕上がってるんだから。それじゃあね、ジョイギン。トレーナーさんたち、里のクラウンです。今日は私の走り存分に見ていってください。来たな、あの里の家のエリート馬娘。今日の主役は彼女で間違いない。これまでの模擬レース結果も素晴らしい。連戦連勝の負けなしとは。気象も明るく自信にあふれていて、何もかもが優秀です。わあ、大注目だね。さすがクラちゃん。ダイヤ、来てくれたのね。もちろん、里の家の者としてクラちゃんのレースは見逃せません。私たちの夢、里野の悲願に今一番近いのはクラちゃんだもん。ダイヤ、ありがとう。きっとすぐにデビューして G1 を取ってみせるわ。今日の私をよく見ていてね。本格化したらあなたもすぐに通る道よ。私は過去にダービー馬娘の担当もしたことがあるわ。その経験を生かしてあなたのことも導いてみせる。海外遠征を視野に入れるなら私にはいいつてがあるぞ。最新のトレーニング機器も導入しているし。はいはい、皆さんありがとうございます。でもちょっとだけ落ち着いていただけますと。私、トレーニングやレースのプランに関しては慎重に吟味していきたいと思っています。一族の悲願がかかっているんです。里のグループの悲願か。そうよね、担当になってももし叶えられなかったら。ですから皆さんにも私と共に歩んでいけるかよく考えていただきたいんです。覚悟のできた方からのお声掛け待っています。それでは失礼しますね。え？ザンハイ？本当に？あなた。あなたの考えは分かったわ。気になる点はおいおい詰めさせてもらうとして。すっごい熱意ね。そういうの嫌いじゃないわよ。むしろ里野のジンクスを打ち破るのは案外理屈じゃなくこういう情熱なのかもね。うん、いいわ。ひとまず仮契約といきましょうか。あなたの力を見せてちょうだい。
でね、私父のビジネスの手伝いで忙しくなりそうだから、しばらくはトレーニングの時間も調整しないとなの。たまに父の会社の事業を手伝っているのよ。デビューしたらさすがに時間がなくなりそうだから、勉強がてら今のうちにってね。だから隙間時間でできるトレーニング計画をもう作っていて、はい、これあなたにも共有しておくわね。あら、興味があるの？ホーワー、助かるわ。ぜひ。よし、会場設営は問題なさそうね。撤収作業の練習も予定した時間内に完了したし、あとは当日も同じ手順でよろしくお願いしますね、皆さん。さあ、本番に向けて追い込みですよ。はい。前から目をつけてたのよね、この反応。勝負服以外にも華やかなフォーマルウェアはデビューしたらパーティーや授賞式で絶対に必要になるもの。理事長さんに許可をいただけたからにはバッチリ成功させる。そして来年の開催にもこぎつける。そうすれば毎年安定した需要が生まれるというわけ。みんなも慌てて間に合わせの服を買うことがなくなるでしょうし。 That's right。 それじゃお昼食べながらで悪いけど、早速広報についての打ち合わせといきましょうか。トレーナー、購買のコピー機で追加のチラシ刷ってきて。あれ、何クラちゃん、何してるの？おはよう、みんな。今度フォーマルウェアの受注会をするの。素敵なドレスやスーツがあるから、よかったらぜひいらしてね。馬スタ、馬特区、馬チューブ、予約投稿も全部完璧。そうだ、フォロワーさんにプレゼント企画でもやろうかしら。備品は学校のを借りるだけじゃ足りないわね。姿見と照明と記載台、手配しておきましょうか。トレーナー、私会社に顔出してくるわね。ついでに発注作業のお手伝いもしなくっちゃ。いいえ、今日はもう大丈夫よ。夜のトレーニングまで休んでおいて。はぁ、毎日時計が縮んでいくわね。順調順調。そうね、私は必ず勝つ。でも油断はできないわよ。なんてったって次はあの子が出走するんだから。わ、ドゥラメンテさんだ。今日もオーラやっば。なんかさ、英才教育受けてたっていうの納得だよね。てか聞いた？次の模擬レース、あのクラウンさんと同じ回だって。エリート対決じゃんね。うわー、どっちが勝つのかな。心地いい緊張感ですね、こうやって期待されているのは。悪くはない。私の強さは血の価値を証明できる舞台となるなら。血は一族の誇りでしたっけ。ご家族は皆世界のスポーツ大会や馬娘レースで輝かしいご活躍をなさってますよね。ああ、その末裔として自身の才を示すのが私の使命。クラウン、お前にも一族の務めがあるのだろう。だが私は最強を示すのみだ、誰が相手でも。OK、あなたの決意しかと受け止めました。だけど一族の誇りは私にだってあるのよ。いける、やれる、どっちも叶えてみせる。 I'm confident。
あ、レ？え、待って、この記事こんなにたくさん発注したっけ？ティンカーウェイ、そんな嘘でしょ？あの時だわ！うわー、やっちゃったー！ OK、 これで記事の発注も完了。あとは受注会で売って売って売りまくるのみね。にしても私のノーパソもそろそろ買い替え時かしら。いきなり落ちちゃうなんて。ま、今日は会社のを借りられたからよかったけど。そうだ、いつもと違うパソコンだったから。数字打ち間違えた。あ、何度見てもゼロが1個多い。まただわ。いえ、何でも。ともかく早急に対策を考えないとね。絶対に挽回してやるわ。こんなピンチなんでもない。むしろこういう時こそやってやらないと。さあ、忙しくなるわよ。ご発注の生地を使ったレディメイドのスーツ。なるほど。ですが受注会で一緒に売るにはもう企画を詰める日にちが。そこも織り込み済みです。詳しくは資料をご覧ください。このプランならきちんと黒字を出せるはずです。私のミスで会社に迷惑をかけるわけにはいかないんです。絶対に取り返します。どうかやらせてください。へえ、コラボモデルのフォーマルウェアね。面白そうじゃん。マネジにも聞いてみるよ。ありがとうございます。完成したら一着進呈しますので。それと写真撮影もお願いしたいんですが。はいはーい、可愛いの撮って馬下にも載せちゃいましょう。カレンいっぱい宣伝しておくから。そうですか。いえ、急な依頼でしたので。はいはい、それでは失礼いたします。あ、いや、この人もダメか。他に引き受けてくれそうなデザイナーさんは。この納期でか。うちの仕立ては丁寧がモットーなんだが。お願いします。早いだけのところには頼めないんです。特急料金は弾みますので。このくらいでいかがでしょう。なあなあクラウン、姉の受注会のウマスター見たぞ。あれかっこいいな。シチイメージの吊るしのスーツでしょ。ぜひぜひ見に来て。ありがとう。でも気持ちだけで十分よ。むしろ急にバタバタしちゃってごめんなさいね。でもそれも明日までだわ。うん、今度こそ完璧。明日の受注会絶対成功させるわよ。お手伝いよろしくね。それじゃあ今日は解散。おやすみなさい。その数倍の売り上げですよ。さすがはお嬢様です。あなたたちが挑戦させてくれたおかげよ。ほら、そろそろ休憩時間ね。ちょっと抜けさせてもらうわ。本当によかった、取り返せて。ようやく一段落ね。だけど甘かったかな。あの子は全てをかけてるのに。トレーナー、
嘆いてもしょうがないわよね。モマンタイ、きっと巻き返せる。時間はないけど、やれるところまでやるしかないわ。今日からはトレーニングだけに集中できるんだから。え、それってちょっと見せて。今までのトレーニングに代わる効率的な時短メニュー、それに食事管理も、私の好き嫌いまで考慮して。よくぞここまで調べたものだわ。これなら確かに何とか仕上げられそう。抑えレイヤー、あなたやるわね。そこはやってみての結果次第かしら。だけどあなたのその情熱と有能さ、信じたい。予感がするの。これならきっとひっくり返せるって。ありがとうトレーナー、助かったわ。さあ巻き返すわよ。 I'm confident。 最初の頃より息が上がりづらくなってきたかも。足の筋力も強くなってきた。はい、雨やばいですね。これ荒れそうだわ。今日はドゥラメンテと里のクラウンの一騎打ちって噂でしたが。こんなに荒れたババじゃ里のクラウンには逆風かもね。なんだかんだ言ってお嬢様育ちだもの。しかも最近は家業で忙しそうだったから調整不足も心配だわ。残念ね、天候まで彼女の足を引っ張ってくるなんて。トレーナー、あなたも勝ち目は薄いと思う。そういえばそうだったわね。ええ、それが私よね。こんな逆境こそひっくり返してやらないと。信じましょう、あなたと。あなたが信じてくれた私を。 I'm confident。間に合わせてきたようだな。だが、ふっ、来た。さあ最終直線だ。後方集団が上がってくる、上がってくる。ドゥラメンテ凄まじい加速だ。早い。ええ、オーケー。どんなに強い子が相手でも絶対に逆転してみせる。やあ、重なるようにゴール。判定は出ました。ドゥラメンテ1着、2着は里のクラウン。頭差の大接戦でした。頭差？今日のドゥラメンテ相手にここまでやるなんて。というか意外とパワーのある子だったのね。一重か。だけど迫ってみせましたよ、あなたに。ああ、次は完璧に勝利してみせる。決戦はトゥインクルシリーズで。望むところです。クラちゃん惜しかったね。
あと一歩だったけど全力を出せたわ。応援ありがとう。見てたらすっごくドキドキしちゃった。なんだかもうじっとしていられないくらい。私もクラちゃんみたいに強くなりたい。早くデビューして G1 勝利をこの手で掴みたいです。私もよ。この勢いで必ず G1 を取ってみせる。里の一族だけじゃない、ダイヤの未来も先にデビューする私が切り開いてあげるわ。デビュー？あれ？トレーナーさんはまだ募集中じゃなかったっけ？あの、里のクラウンさん、お話いいかしら？この前の模擬レースの時からずっと考えていたんだけど、今日のレースを見て決意が固まったわ。ぜひスカウトを。ほどじゃない。だけどごめんなさい、もう決めてしまったの。私をここまで導いてくれた人よ。とびきりのマジックを起こすには優秀なアシスタントが必要なの。あなたになら任せられる。里の家の悲願へ共に走っていける。本契約してくれるわよね？ほら、そろそろオープンキャンパスがあるでしょ。うちのクラス出店をやる予定なのよ。それで今日はクラスで何のお店にするか決める会議があるの。私はエッグタルトのお店を提案するつもりよ。みんなの考え抜いた案を聞きつつ、私の案への反応ももらえる。とても建設的な催しだもの。ウキウキだってしちゃうわ。いい報告ができるよう力を尽くすつもりよ。ま、期待して待っててね。それじゃあ、あなたは学内外問わずエッグタルトの宣伝をお願いしてもいいかしら？できる範囲で構わないから。はーい、とりあえずウマスタとかで宣伝しとくね。あなたにはチラシのデザインをお願いしてもいい？お得意のポップなデザインで注目を集めてほしいのよ。それはお安い御用だけどさ、どっちかって言ったら看板とかの方が得意だよ。チラシは印刷に時間がかかるから早めに作っておきたいのよ。看板も後でお願いするつもり。アイデア練っておいてね。予算に関しては他クラスも出店をすると言っていたし、大量発注で発送をまとめてもらえれば抑えられる。あとは業者を探すだけ。とはいえ食品関係のつてはないから、一から探すしかないか。トレーナー？ザンハイ？グレイト！ありがとう、助かるわ。おかげでかなり時短できた。早速交渉を。あ、そうね、しばらくは変則的になると思うから、いつもより1時間くらい余裕を持って組んでもらえると助かるかも。メニュー完成。あとは看板か。暗くなる前には終わらせたいね。大丈夫よ、みんなでやればきっとできるわ。さあ明日に向けてあと少し頑張りましょう。トレーナー、甘いものって差し入れ？わ、美味しそう。わざわざ持ってきてくれたの？ううん、最高のサポートだわ。おかげで私たちもう一踏ん張りできそうよ。にしてもさすがクラちゃんのトレーナーだよね。甘いもの欲しいって思ったタイミングで来てくれるんだもん。うんうん、いつもそうだよね。見通してるっていうか、それだけクラちゃんのこと理解してくれてるんだろうな。でもね、まだまだよ。私たちもっともっと通じ合っていけるはずだもの。キンキンの長い休みにでも一緒に香港へ行こうと思っているの。最高の環境に身を置けば今以上にお互いを理解できるでしょ。
トレーニングの効率も上がるだろうし、パパの下でビジネスを学ぶこともできる。なんだったらあちらのレースに出ることで新たな成果も得られるかもしれないわ。トレーナーさんと長期で海外か。結構思い切ってるけど、よく同意してもらえたね。え？同意？あ、私としたことが一緒に来るのが当たり前だと思っちゃってたわ。まあ、あのトレーナーさんなら大丈夫だとは思うけどさ、海外に行くなら行っといた方がいいと思うよ。そうね、トレーナーにも予定はあるだろうし、なるはやで聞いておかないと。だけど今はイベントの準備に集中しなきゃね。さあ、ラストスパートやっていきましょう。トレーナー、いいところで会えたわ。今日のご予定はいかが？あら、それなら買い物に付き合ってもらえない？香港に行くための準備があるの。あなたの意見も聞いておきたいし。ええ、もちろんよ。だって香港には、あれ、ちょっとなんで言えないの？あなたも香港に行くのよって。ありがとう。そうね、まずはママとパパへのお土産から買おうと思うの。アドバイスよろしくね。まあ目的としてはおおむね合っているし、一緒に行く件は後で伝えましょう。後で。どれにしようかしら。お土産映えしそうなものはいろいろあるけど、香港割と洋菓子多いから、できれば和を感じるものがいいのよね。ザンハイ、わざわざ調べてくれたの？助かるわ。うんうん、和菓子ギフト、こんなのあったのね。これなら華やかだし和も感じられそう。きっと両親も喜んでくれると思うわ。ありがとね。滞在期間を考えると3つぐらいは必要かしら。ええ、今回は結構長くいるつもりだから、普段使ってるフェイスパックを買いだめしておこうと思うの。やっぱり化粧品はいつも使っているものの方が馴染みがいいから、向こうで切らしたくないの。そんなには買わないわよ。でもお土産の方はお願いしてもいいかしら。取引先とかの分も買うとかなりの量になりそうなのよ。私一人じゃ手が足りそうにもないから。こんなところかしら。荷物持ってもらっちゃって悪いわね。トレーナーがいてくれて助かったわ。さあ帰りましょうか。そうね、服？いえ、でも そうね、せっかくだものね。日本だと男性の服のバリエーションが少ないと思うのよね。もちろん悪いというわけではないのだけれど、これはもしかしたら正気なんじゃないかしら。オーケー、これをまとめてパパに見せれば。あ、ごめんなさいね、待たせちゃって。メモ帳もありがとう、助かったわ。荷物も多いし少し休憩にしましょうか。はあ、なんだか香港に戻るってだけなのに随分と緊張しちゃってるのよね、私。そうね、それもあると思う。でもきっとそれ以上に。あ、いえ、香港には。あなたも一緒に行くのよ。 あ
どうして、どうして言えないの？一緒に行くのって言えばいいだけなのよ。さ、一緒に香港に行きましょう。もうあちらでの予定もバッチリ組んであるわ。なんでもないの。ああ、断られるのが怖いんだ、私。商談の決裂とかなら、もっとひどいのも経験してきたのに、想像だけでそれ以上に食らうなんてね。今のまま聞いてもダメか。聞くなら、もっとトレーナーの意見も引き出せる状況を生み出さないと。いいわ。最高の策を持って切り抜けてみせる。ほう、なんだか面白くなってきたわ。メモ帳？どうして？いや、でもそうね、メモしておこうかしら。ありがとね、いつも。